配当金が右肩上がり傾向であれば、野島はもしかして狙い目か。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は野島株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は上がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、まあ、野島とはということなんですけれども、はい、まあ、家電量販店の会社ということですね。まあ、創業にして中核は家電量販店ということです。はい、ではですね、家電量販店業界において、まあ、野島っていうのはまあどういう企業なのかということなんですけれども、はい、売上で見ていった場合はですね、まあ、業界で6位の会社というふうになっています。はい、ただ、まあ、利益率ということで見た場合はですね、はい、業界で2位の、まあ、利益率の会社ということですね。はい、なので、まあ、売上は6位ですけれども利益率は2位ということなので、まあ、利益の額で見た場合はですね、まあ、業界3位の会社、まあ、それが今回の野島という会社になっています。はい、なおですね、まあ、野島っていう会社なんですけれども、はい、まあ、創業にして中核は家電量販店なんですよね。で、なんですけれども、かなり積極的にですね、まあ、M&A 合併買収をやってきていることによって、まあ、事業領域とか、まあ、会社全体の売上とか利益っていうのを、まあ、拡大を図っている会社ということです。はい、なので、まあ、野島の現在ですね、まあ、主要4事業ということで言うならば、はい、まず創業にして中核は家電ですね。まあ、これは、まあ、野島という会社がやってますということです。で、そこから M&A 合併買収ということで、まあ、事業領域っていうのを広げてきてるわけですけど、一つはまあスマホの代理店ですね。まあ、こちらの方がまあ家電とほぼ同じぐらいの売上規模になっています。はい、まあ、主要な子会社としては ITX という会社と、まあ、近年ですね、まあ、買収したばっかりのコネクシオという会社を買収しているということです。なので野島という会社全体にとっての最大顧客はどの会社になっているかっていうと、NTT ドコモがですね、まあ、一番の最大顧客ということになっています。それはスマホ代理店事業っていうのでですね、会社全体の売上の今までだったら 10% 以上を上げていたということで、スマホのですね、結局 NTT ドコモ経由で売上の 10% っていうのを上げてたということですよね。あとはドコモ以外の au とかソフトバンクとか、もしくは楽天の代理店というのもやってるということです。はい、そして今度はネット提供ということでインターネットプロバイダーですね、この事業というのもやってますということで、はい、こちらの方はですね、富士通から買収した子会社ニフティがやっている事業ということになります。はい、あとは日本の家電はですね、野島がやってるんですけれども、海外に関しては基本的に M&A 合併買収した会社でやってるということになります。はい、コーツという海外の企業っていうのをですね、買収しているということで、マレーシアに一番強い会社ということで、シンガポールなんかにもですね、はっきり言ったら出店しているということですね。ただ、日本の家電の野島と、東南アジアを中心に、マレーシア、シンガポールを中心に展開しているコーツではですね、同じ家電なんですけれども、はっきり言ってこうお店でのですね、品揃えっていうのは全然違うというふうになっています。はい、なので、東南アジアで展開しているコーツ、野島が買収したコーツに関してはどちらかって言ったら韓国の LG とかサムスンとか、そういった、家電っていうのをですね、主に、広い面積を取って、陳列しているということになりますので、同じ事業、家電事業ではあるんですけれども、実際はもう別会社ということですよね。ただ、資本関係は、野島がコーツを買収して、子会社が、海外でも、家電をやっているという状況になっています。はい、なので、創業にして中核は日本の家電事業で、あとは M&A 合併買収で事業領域とか、もしくは地域、海外という形で広げてきているというのが、今回の野島という会社ですね。はい、ちなみにということで、M&A 合併買収による事業拡大でよくある例としては、これは一般論ということになりますけれども、売上増えますよね。例えば会社を買収するということになれば、例えば 50.1% 以上買収するということになれば、基本的には連結すると、決算書を連結するということになりますので、相手の会社の売上とかですね、もしくは利益とかっていうのをそのまま足すわけですよね。だから連結決算というのをやります。
ています。はい、だからまあ売上普通は増えるわけです。はい、そうすると相手の会社さんに当然従業員の方々がいらっしゃるということであれば、グループ全体の従業員数も当然増えるということですよね。この辺は単純な足し算ということです。はい、しかしまあ M&A 合併買収っていうのは基本的には上場企業っていうのはまあすごくやりたがるんですよね。なんでかっていうと、まあ上場企業っていうのは3ヶ月に1回決算説明で決算発表というのをやるので、まあ一番短い単位だったら3ヶ月ごとに増収増益っていうのを株主が期待してるわけです。はい。ですけど普通にまともに事業をやったら3ヶ月ごとに増収増益増収増益増収増益っていうのはまあ普通は無理ですよね。まあ1年単位っていうのであったらまだしも3ヶ月ごとに増収増益をずっと続けていくってことは、まあこれはまあ普通に事業をやってたらまず不可能なので、だからまあ短い期間でなおかつ増収増益っていうまあ高決算を発表しようということになると、まあ、はっきり言ったら上場企業はどうしても M&A 合併買収っていうのに走りがちになるんですよね。で、そうした時にじゃあ M&A 合併買収って言った時にじゃあ会社を買いたいっていう上場企業の数に対して本当にまあいい企業なんだけど売りたいっていう売り手の企業っていうふうに比べたら圧倒的にまあ買い手が多くて売り手が少ないわけです。だからいい企業なのにしかも割安っていう企業はなかなかまあはっきり言ったら少ないわけですよね。だからまあ例えばいい企業なんだけどめちゃくちゃ割高で買わないといけないとか、まあそういったことが非常に多かったりするので、まあ、結果的にはですね、まあ、M&A っていうのはまあ成功と失敗で言えば、まあ、失敗事例の方が普通は多いということです。で具体的な数字としては、まあ、買収すればするだけグループ全体の利益率っていうのが低下していくっていうことがよく見られる、まあ、一般的な例ということですよね。なので M&A 合併買収を積極的にやってます、だから売上どんどん増えてます、従業員どんどん増えてます、だけど利益率は低下しているので結果的には利益の金額という意味では伸び悩んでると、まあ、低迷というのがまあよくある例ということです。はい、しかしですね、まあ、野島の場合なんですけれども、はい、利益率で見た時に、まあ、2014年度の時の本業の営業利益率っていうのが 2.8% でしたと。で直近過去昨年の23年度の営業利益率っていうのは 5.4% だったので、実はこの期間でですね利益率が 2.6% 上がってるんですよね。まあ、これははっきり言ったら上昇傾向になっています。はい、だから M&A 合併買収で会社の規模っていうのをどんどん大きくしてるんですけど率も上がってきてるということなんですね。はい、すなわち、まあ、買収先の企業ですよね。だから野島っていうのは M&A 合併買収っていうのを積極的にやってます。で相手の企業を買おうとしてるわけですけど、相手の企業の企業価値ですよね。だからこの企業を買収したら今後どれぐらいの、まあ、利益貢献っていうのをですねグループ全体に対してやってくれるのかという、その利益の合計金額の見積もり、企業価値の算定っていうのが野島は非常に正確だというふうに思います。はい、なので、まあ、相手の企業を買うわけですけど、じゃあこの企業を買収したら今後これぐらい利益を稼いでくれるというその価値に対して割安で、まあ、比較的買収をしているということですよね。だからまあ野島全体の利益率っていうのが上昇傾向になっているということです。いわゆるこうなんかこう一つの事業に対してまあ相乗効果シナジーが働いて利益率が上がっているというよりは、一社一社の買収がまあ比較的にですね価値に比べて割安で買収しているので、だからまあ利益率が上がっているというふうにまあ見ています。はい、結果ですね、まあ、野島の業績はですね、まあ、増収増益傾向になっているということですよね。だから比較的上手な、まあ、M&A 合併買収をやっている会社ということが言えます。はい、だからですね、まあ、配当金ですよね、当然利益が右肩上がり傾向ということであれば、まあ、例えば法人税まで支払った最終の当期純利益がもし右肩上がりということであれば、まあ、企業の所有者である株主のですね、まあ、分配原資も右肩上がり、利益が右肩上がりというのは分配原資が右肩上がりだから当然ですね、まあ、配当金も右肩上がり傾向になっていきやすいし、実際野島は配当金も右肩上がり傾向で、まあ、分配をしているということです。はい、で正直ですね、まあ、野島の事業内容からして、まあ、今後の飛躍的な利益成長っていうのはこれは期待するのはやっぱり難しいんじゃないかというふうに分析しています。はい、例えば日本の家電事業野島って言った時に、まあ、家電量販店っていうのは基本的には他社に対してですね、
まあ、あんまり大きな差別化っていうのができないわけですよね。要するにまあ家電をまあ仕入れて、でそして売るということになるわけですけど、野島じゃなければ仕入れることができないとか、野島だけが圧倒的に安くで売れるとか、そういうまあいわゆるこう事業で差別化するっていうのが非常にまあ難しいので、だからまあ業界6位と、まあ、売上で見たら6位ですね、利益で見たら3位ということになってるわけですけど、まあ、その家電でじゃあ競合に対して大きな差別化をやってですね、まあ、その業界の中でまあ利益で突き抜けるというのはまあすごくまあ難しいし、実際期待するのは難しいということですよね。そしてまあ2番目のスマホ代理店ということなんですけど、これどっちかって言ったらですね、その顧客になってる例えば NTT ドコモだとか au だとか、もしくはソフトバンクだとか楽天とかっていうのは、どっちかって言ったら代理店をこれから減らしていく方針っていうのを出してるんですよね。それはなんでかって言ったら、やっぱり通信料金の値下げっていうまあ傾向の中で、まあどんどんお客様から払ってもらう通信料金、月額の通信料金っていうのがまあ低下傾向なわけです。はい、それでもやっぱり上場企業として利益を出し続けないといけないってことになると、経費を減らしていかないといけないので、だから格安プランであればあるほど、リアルの代理店経由じゃなくてネット経由でお客様にもネットを通じて直接申し込んでもらう、もしくは例えばプラン変更してもらうっていうことをまあ促していきたいわけですよね。だから入ってくる収益がまあ低下傾向なので、だからまあ経費も減らしたいということで、だからリアルの代理店っていうのを、まあドコモとか au とかソフトバンクとか楽天っていうのをまあ減らしていこうとしてるわけです。だから代理店をどんどん減らしていって、まあ、代理店手数料とかですね、そういったのを減らしていくっていうのを、まあ、方針として、まあ、ドコモなどが持ってるということであれば、はっきり言ったらまあですね、まあ、その市場として、まあ、事業としては、まあ、魅力が非常にまあ薄い、まあ、事業ということになります。はい、そしてまあネット提供、インターネットプロバイダー事業っていうのもですね、まあ、これは競合他社がいっぱいありますし、まあ、1社だけでインターネットプロバイダーで、まあ、ものすごく大きくですね、まあ、成長することができている企業というのがない、まあ、どっちかといったら中堅中小がまあいっぱいですね、その地域密着で提供しているっていう事業なので、まあ、なかなかですね、そのネット提供、インターネットプロバイダー事業っていうのが大きく、まあ、株式市場の予測を超えるような、まあ、飛躍的な利益成長っていうのを今後していくっていうのはまあ見込まれないということですよね。はい、でまあ買収したまあ海外の家電 ですけれども、まあ、こちらの方もはっきり言ったらまあ家電っていう意味ではですね、まあ、品揃えとかは全然違うです、違いますけれども、まあ、差別化するのが競合他社に比べて差別化するのが難しいという意味では同じなので、だからやっぱりですね、まあ、株式市場が期待している以上に、まあ、飛躍的に利益成長していくっていうのは、まあ、難しいということです。だからまあ主要4事業の中でですね、この事業はすごく期待できるというものが入っているわけではないということですね。はい、しかし逆にですね、まあ、今後の急激な利益衰退っていうのも考えにくいということですよね。だから野島はまあ M&A 合併買収でまあ事業領域を広げて企業っていうのをまあ成長させようというふうにしてるわけですけれども、その相手の買収先の企業の企業価値算定っていうのが非常に正確にできる、まあ、そういう企業なので、まあ、今後まあ M&A っていうのをやっていくとしたとしても、ほぼ同じ傾向でやっていくっていうふうに考えられます。はい、そうすると人っていうのは習慣の生き物であり、その人が習慣の生き物である人が集まってる組織っていうのも、当然習慣の生き物なので、だからこれまでまあ M&A っていうのを比較的上手にやってきてる企業がいきなりまあすごくですね、おかしな M&A をやって、まあ、利益を大きく減らすとか、まあ、そういったこともまあ非常に考えにくいということですよね。だから利益がどんどん飛躍的に伸びていくかともかくとして、まあ、今後のですね、まあ、過去の実績以上のまあ利益っていうのは今後も稼ぎ続けていく可能性が高いということです。はい、であれば、まあ、野島はもしかして、まあ、狙い目の企業の一社なのかということです。はい、よって、まあ、野島をまとめていくと、はい、まあ、野島という企業はですね、まあ、家電量販店業界で、まあ、売上は6位、利益額で言うならば3位の企業ということになります。はい、でこの企業の強みとしてはですね、まあ、M&A 合併買収で、まあ、成長っていうのを図っているということになるわけですけど、その M&A に関して相手の買収先の企業価値の算定というのが非常に正確にできる企業ということです。だからあんまりですね、価値に比べて高い割高の買収っていうのをやってるわけではないということですね。むしろ割安で買収しているので、結局野島という会社企業全体の利益率、そして利益額が上昇傾向になっているということです。はい、であれば過去の実績以上の利益っていうのを今後も稼ぎ続ける可能性が極めて高いというふうに今回は分析しています。であれば野島の利益創出能力から見積まれる企業価値
価値はいくらになるかということですけれども、2826億になるということですね。はい、では株式市場の評価である野島の時価総額はいくらで評価されているかということですが、はい、1359億で評価されてますということです。はい、すなわちですね、企業価値2826億に対して時価総額は1359億の評価なので、はい、割安ということです。価値に比べて時価が安いということですね。株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、野島今後の株価はですね、1327円が2759円まで上がるというふうに予想します。はい、ということで今回は野島株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は上がるというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということをですね、はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、まあ、EV 戦争の覇者という、まあ、動画ですね、はい、こちらに関しては広告案件ということになります。今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者という価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。3点目です。AI 革命 2.0 ということで、広告案件です。これから来る大いに期待されている AI に関連して、AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう